ございます。絶賛寝起きすっぴんです。今日は新しく使うコスメたちがねいっぱいあるので、それを使いながらイエベメイクをしていきたいと思います。スタバ頼みました。安定にアメリカーノと、あとね桜が出てました。これ私ね正直シュガーのノーマルのやつより好きです。じゃーん、いやー、ちょっと一回飲ませて。いただきます。あー最高、うまっ。うん、おいしい。やっぱこれマジでこれ大好きなの。スタバのドーナツはなんか抹茶とかさチョコとか出てる時あると思うんだけど、中にクリームが入ってるやつじゃないノーマルのやつになんかコーティングされてるやつが好きです。中のクリーム入るとさらに甘くなっちゃうからね。はい、じゃあまずこちらのジョンセンムルの下地です。昨日のね夜中3時に焼肉をね食べてしまいまして、この下地はこんな感じで結構伸びがいいですね。みずみずしい、本当に美容液っぽい感じの下地です。次、ミルクタッチのクッションファンデです。02番、初めて使います。めっちゃ可愛くない？見た目ほらやばいよね。これ赤こんな感じ、超可愛いんだけど、初めてなので本当にちょっと、いつもはジョンセンムルのピンクの方を使ってます。裏ごしファンデですね。お、待って、クッションのあれがなんか違う。お、どう、今ね肌が大変になことになっていまして、まあ動画で気づいてる方とかもいると思うんですけど、全然ダウンタイム中とかじゃないんだけど、ね、内出血してて、今はもう3週間ぐらい経ったから消えてると思うんだけど、よーく見てくれてる方とかはね、ダウンタイム中ですかっていうコメント来てたりしてたんですけど、ダウンタイム中ではないのです。どう？あ、なんか結構マット。はい、こんな感じです。どうですか？綺麗に隠れました。なんかくすみが一気に飛んだ気がする。ツヤではなくて結構マットですね。かなりマット。コンシーラーはアイレノールです。これはね動画で何回か、私はコンシーラーはファンデの後にするタイプです。こんな感じです。頬張のリップをちょっと塗って、眉毛はインテグレートです。眉毛はいつも前髪で隠れるので、こんな感じで結構雑な感じでやってます。はい、シェーディングはトゥークールフォースクールのシェーディングです。鼻の ここね、ここら辺まで入れます。後でぼかすからしっかりめに入れてあげます。なんか猫アレルギーの赤みが出てきました。大変。この、ここの、ここに入れてあげて、で、この真ん中は入れないです。ぼかしもしない。こんな感じで。長毛猫飼ってるあるあるだと思うんだけど、もうね、顔中に毛がつく。もうやばい。で、人中短縮の影を。三角形、逆三角形に入れて、
で、あと唇の上にこんな感じでちょっとオーバーにするみたいに。やばい毛。基本的にはこの真ん中の薄い色使ってきたんだけど、最後濃い色で唇の下に影入れます。最後ぼかします。まあ、こんな感じにぼかしてあげて、チークはナーズのチークです。こんな感じに置いてあげます。これね、ツヤ感がめちゃめちゃ可愛いの。おお、どう？めっちゃ可愛くない？しかもなんかすごい自然に色づいてくれます。手でポンポンするのって結構なんか筆でやるより難しいのかなと思ったんだけど、なんかこのチークはあの水っぽいから、あのすごくね、なんだろう、ベタって塗りました感にならないからめっちゃおすすめ。結構なんか、あ、お鼻にも結構ね、固めなチークだとリキッドチークね、あ、ちょっと待って、鼻塗りすぎた。やだやだやだ、ちょっと鼻に塗りすぎちゃいました。はい、まあ、こんな感じです。でこれも軽くぼかしてあげて、なんかね、わかるかな、このなんかほんのりねツヤ感があって可愛いです。でちょっと先にリップ下地塗ります。これは下地にねめっちゃちょうどいい色です。韓国系のリップだと 3CE と2クールフォースクールが一番好きで、あの自然なオーバーリップ感、ぷっくり感をね出してくれるから、さっきより多分唇がね大きくぷっくりしてるように見えてると思うんですけど、なんか自然な感じがめっちゃ好きで、もう超リピしてる。このタイプのリップは、まあ、2度塗り必須ですね。結構薄付きなので、この色味はベースで使ってるぐらいちょっと薄めなので、まあ、一旦入れてます。あと、まあ、何回も紹介してるから今日はね出さなかったんだけど、トゥークールフォースクールのリップはマジで落ちない。あれを入れといてから他の、まあ、好きなリップを入れとけば、なんかご飯とか食べた時にもあの下地の色が残ってるからなんか塗り直さなくてもいいって思って下に入れたいぐらい落ちないリップ、マジで優秀。はい、今日使うのはね、クリオのパレットです。コーラル系の色味ですね。最初にこの子入れます。結構幅広で薄めな色を入れてあげます。次ちょっと暗めの子を入れます。はい、こんな感じ。可愛くない？このさ、クリオのパレット3つ持ってるんだけど、もう超可愛いからもう全部おすすめです。今塗った色味をちょっとまぶたにも入れます。こうやってこんな感じで、最近は結構広めに塗って後からちょっとこうやってぼかしてる感じにしてます。こんな感じ。このブラウンをこの目のここに入れてあげます。こんな感じ。さっきのシェーディングで涙袋の影を描きます。こんな感じです。これこっちの方が分かりやすいかな、光ちょっとシミとか出てきちゃうけどごめんなさい。こんな感じです。一旦涙袋にシャドウを入れます。本当にちょっとなんか明るくなった瞬間肌があらわになっちゃった。このね、トゥークールフォースクールの子めっちゃ優秀なの、子も絶対勝とうし、
このね、まあなんか涙袋にちょっと光を当てるみたいな感じで入れてます。で、こう目頭とかにも入れてもいいんだけど、あとそんなになんかギラギラみたいな感じじゃないから、この子で涙袋をがっつり引いてもいいし、この私が塗ったここだけにして光入れてもいいし、あと目頭だけとかにしてもいいと思います。ちょっとね、この中でも一番おとなしめなこのラメ、目頭にこんな感じで、まあちょっとね控えめな感じで入れてあげます。こっちのギラギラのラメの方を中心にちょっと広がるように、ね、見てめっちゃ可愛くない？どう？可愛すぎる。これがマスカラ下地です。この下地はまつげが伸びるとかいうよりかは束感がすごい自然に作りやすくなるっていう意味で塗ってます。下まつげは量増やしたいから、ちょっともう汚いんだけど、ケイトの下まつげを塗ってあげます。黒目の下のこの辺だけに塗ってあげます。はい、マスカラはこちらミルクタッチのブラウンです。この子も新入りです。さっきの下地を塗るとすごく束感が簡単に勝手に作られる。下まつげは、まあ、基本的には黒目の下のところだけに塗ってあげて、縦に目を大きく見せるようなメイクにしてます。まあ、最近はそんな感じです。で、これ、アイラインはインテグレートのアイラインです。そう、インテグレートのアイラインはめっちゃいい。もう超推し。このタイプじゃないのも、ちょっと下についちゃったけど、ちょっと待って一回アイライン引くね。で、最近はリキッドじゃなくてこういうペンシルのもので、ちょっとはめ上げするのが好きです。こんな感じで、がっつりアイラインって感じじゃなくてナチュラルアイラインで引いてます。この中だけちょっと、まあ、中も軽めに引いて、で、この色味ね、めっちゃね薄めなのですごくいいです。で、あとラストハイライトはマックです。鼻のここと、まあ、さっき、あとも軽く、リップは次はね 3CE のベイクベージュです。なんかわかる？このちょっとなんかグラデーション感出てるじゃん。こう縁がさ、色が薄めで、これがなんか素人でも作りやすいし、で、これは中心に置いてちょっとこのまま待ちます。これちょっと一回待って、一回乾かしてからパッパってします。です。はい、完成。じゃん、こんな感じになりました。これが私の毎日メイクです。まあちょっと濃いめだけど、こんな感じで毎日メイクしてます。はい、では、はい、では今から私は東京にお仕事に行ってきます。バイバーイ。